先ほど司会者にお読みしていただきましたところの、ゼカリア書の第12章から、神様の恵みを皆様に、分かち合っていきたいと思っております。ずっとゼカリア書を去年、神様の恵みをゼカリア書から受けてきたわけなんですが、クリスマスが中に入りました。これは、新年が入りました。そんな関係で、それに関わるところのメッセージに入りまして、私は解説と交代交代でやりますので、その分だけだん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 遅れてきたという感じでした。ゼカリア書先生しりきりとんぼだってどうなったのかと、誰かが心の中にあるままにですね、信仰生活を送らなければならないというのはこれは不幸でございますのでね、ゼカリア書の方を続けていきたいと思っております。今日は12章からでございます。今日の説教の題をですね、十字架を仰いでとしました。十字架を仰いで、本当はそれに続いて点々としましてね、恵みと愛玩の霊というふうにしたかったんですけれども、あまり長いとですね台無しになりますのでですね、対応は短い方がいいかなと思いまして、この十字架を仰いでというふうにいたしました。 10節のお言葉に目を留めていただきたいと思います。ここを中心としてメッセージをさせていただきたいと思いますが、10節に、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛玩の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く、という御言葉でございますね。ゼカリア書は全部で14章まであるんですが、12章から14章までがまたもう一つの区切りになっております。で、そこには宣告という言葉から始まっておるわけですね。宣告というのは宣言という意味でもあります。で、これは神様からのメッセージ、警告と言ってもいいかもしれません。そういう内容のメッセージであります。で、その中でこの12章から、その日という言葉が、出てまいりますね。たくさん出てまいりますね。12章のまず3節に、その日という言葉が出てまいりますね。4節にも、その日という言葉が出てまいります。6節にも、その日。8節にも、その日。9節にも、その日。11節にも、その日とあります。13章に行きますと、1節と2節と4節に、その日という言葉が出てまいります。そして14章の方に行きますと、4節と6節と20節にやっぱりその日ということ。これだけこの12、13、14とこの3章にわたってその日という言葉がこれだけ多く出ているというのは、それは一体どの日なのかということを考えなければならないはずですよね。ボワンとして、いつなのかとわからんというのことで、その人は何が起きるのかということを私たちは注意しなければならないと思うんですね。その日、それはどういう日であるか、一口で言いますならば、その日とは神の審判の日であるということなんですね。神の審判の日である。で、目視的な視点から神の審判の時が来る。いつか私はこの時間というもの、キリスト教的な、あるいは偉大的な時間というのは縁ではなくて線であるということをお話ししたことがあると思いますが、始まりがあって終わりがあるということですね。今日はほとんどは縁のような時間の考え方を思っておりますね。1年は365日でまた元に戻ってきます。1週間は7日で戻ってきます。1日は24時間でまた元に戻ってきますね。
こういうこの蛇がですね尻尾をくわえたような、そういう時間帯ですね。これウロポロスという言葉がありますけれども、蛇が尻尾をくわえている、どんどんどんいったら小さくなって、ね、なくなっちゃうのかって、そういう問題ではないですけれどもですね、このそういう円環ではなくて、始めがあり終わりがあるということです。その人はこの終わりのことを言っているんですね。終わりのことを言っております。時間は終わりに向かって進んでいるということですね。さてその日に何が起きるか、神様は二つの例を与えるとこう言いました。ここには恵みと哀願の例であるとこう言いました。恵みと哀願の例ですね、この恵みと哀願の例ということがどういうことであるかというと、実はゼカリアはですね、何にもないところからポッと彼が一つイメージとして浮かんだ、もちろん神様がそれを与えたことでしょうけども、しかし何もないようなところからイメージとして浮かんでこういうことを言ったんではなくて、多分これはまあ想像ですが、多分それに類したことが彼の時代にエルサレムの中に起きたんではないかということ、これは想像ですが、どんなことが起きたかということを一つイメージで一回描いてみますと、これからの話がよくわかると思うんですね。どういうことであったかというと、このエルサレムの中で何か忌まわしい事件が起きた。殺人かもしれない、あるいは誰かを死刑に追いやったことであるかもしれない。何かが起きた。すでに起きたばかりではなくて、その出来事が起きた後で住民はそれに関わったことによってですね、罪の意識を心に生じた。そして罪の意識が心に生じて、彼らはそのことのために悲しむ、泣き悲しむといったような事件が起きた。まあ言うならば、今日で言えば冤罪のようなことが起きた。その冤罪に関わった人たちがいた。もうどうにもならないといったような事件が起きたんではないかと想像される。これはあくまでも想像です。これからの話を理解していただくために、このあくまでも今イマジネーションたちの想像を一つ頭に置いていただくと、話が見えてくるようになると思うんですね。そしてこの十節の御言葉を新約聖書では2回引用されているんですね。この言葉が2回引用される。1回目はヨハネによる福音書のイエス様が十字架にお好きになった時にこの御言葉が引用されておるんですね。ヨハネによるところの福音書の19章の37節に聖書の箇所にこの言葉があったということをヨハネは書いているんです。それはイエス様が十字架につけられた。そしてイエス様が十字架につけられたその出来事に対して、そういえば聖書の別の歌詞にこういうことが書いてあったということで、この十字架につけた者たちがやがてこのお方をもう一度仰ぐ時が来るということを書いてあったということ。もう一箇所はね、黙示録というところに書いてある。黙示録の、ですね1章の7節というところにこの言葉が引用されている。この時は明らかにね、イエス様がやがて再臨の時においでなさる、再臨のイエス様がおいでなさった時にイエス様を十字架につけたところの者たちがこのイエス様を仰ぐ、そして嘆くという意味のことを書かれているんですね。
十字架を、イエス様、これはですからゼカリアが言ったのは確かにコアになった事件というか、その元になった事件がそれに類したものがそのゼカリアの地であったかもしれない、あるいはなかったかもしれない、それは分かりませんけれども、その出来事をして、やがての時もう一度これに類することが起こるだろうというのがゼカリアのメッセージですね。そうして多くの者が嘆く。でもね、ゼカリアはこうと言ったのはね、私はどの霊を注ぐ、どんな霊を注ぐと言ったら、恵みと愛眼の霊だとこう言う。十字架を真ん中にして、それを見上げるところの心の動き、感情、人々の心の中に二つの異なった思いというものが起きてくる。一つは恵みによるところの思いです。そしてもう一つは、哀願しなければならない、泣き叫んで求めなければならないところのもう一つの心の動きです。十字架を真ん中にして、この両者二つの心の動きが起こるだろうということをゼカリアは予言しているんですね。この前クリスマスが行われましたね。シメオンという人が、イエス様が、あのイエス様の母マリアとヨセフがイエス様を神殿に連れてきた時に、シメオンという人がこれを祝福しましたね。シメオンの参加っていうのがありました。クリスマスの時に私メッセージしました、覚えてらっしゃると思う。その時シメオンはね、マリアに対して言った、剣があなたの胸を刺し貫くだろうとこう言いましたね。でそれはどういうこと、人々の思いが現れるためでとこう言いました。でその時に人々の思いとはどんな思いであるかというと、あるいは倒れ、あるいはまた立ち上がるためだとこう言った。倒れると立ち上がるでは反対ですね。シメオンはこういうふうそう言いました。十字架、イエス様というお方の十字架というものを間に挟んで、倒れるものと立ち上がるものが起きてくるということをシメオンも言った。私はこのシメオンがあの時言った言葉とゼカリアが言った言葉は表現は違いますけれども、同じ内容のことを言ってるのではないかと思いますね。そこで今朝ね、まず第一に最初から倒れる方ではなくてね、立ち上がる方をちょっと話したい。十字架を前にして十字架を仰いで立ち上がる。でももちろんその中には嘆きがありますね。嘆きなしにただ立ち上がるというのは、皆さんね、倒れてるんでしょう。倒れてない人が立ち上がる人はいないんです。最初は倒れてるんです。でもそこから立ち上がる人がいる。誰か。まず第一に私は見たいことは、十字架を仰いで嘆き、そこから立ち上がった人。十字架を仰いで嘆いた人ってのは誰ですか、一番最初に。これもう何と言ってもね、母マリアです。同じヨハネによる福音書の19章の25節を見ますとね、イエス様が十字架につけられた時に、そこに母マリアがいた。他の女性たちもいたんですけども、母マリアがいた。聖書はね、母マリアの嘆き、心の動きについて何も書いてないんです。ただ想像です。書けないですよね。誰かが母マリアの心を忖度して書いたとしましても、それは本当に母マリアの心の本当の心の状態など書けないと思いますよ。それほど深いです。自分の愛する子を十字架でかかった子として見なければならないということは、第三者がそれを表現し描写するなんということはできこないです。
だから聖書も書かない。聖書が書かなかったのは母マリアに心の嘆きがなかったということではない。あったの、あったから書けないんです。これが人間の心の悲しみの深みの真実です。私たちは悲しい、自分の子供のために嘆くお母さんたくさんおります。そしてそれに私は同情して大変だよね、わかるよわかるよなんていうのは軽っぽいことを言ったからといってその人を慰めることなどはできません。それほど深いです。それが母マリアが経験した嘆きです。ミケランジョがですね、1499年でですね、完成させたピエタという彫刻がありますね。これ今バチカンのサンピエル、ピエトロ聖堂に、あります。私はそこ実物は見たことないが、そのレプリカを見ました。これが日本にある、東京にあるんですね、東京カテドラル聖堂にあります。レプリカは同じ寸法のものなんですけども、もう何年か3年ほど前だったでしょうかね、関東教区の牧師先生たちが東京の教会巡りをやったことがあるんですね。でいろんな教会行った。でこの教会に行きました。その教会行って、でそれ関口っていう文京区の関口っていうところにあるんですね。その教会に行きまして見せてもらいました。レプリカ、マリアが十字架から降りてそのイエス様を抱いてる姿です。まあその時の、その、まあ、今もう皆さんインターネットの時代ですからね、そのピエタというふうに検索を変えると写真が出てきますから、どうぞそれ私は画面に映そうかなと思ったけどもね、やめました。皆さん自分で見てください。ピエタというところで検索をしますと写真が出てまいりますね。マリアの顔が幼い顔なんですけどね、でも何とも言えない、まあミケランジェロが心に感じたものを描いて作ったんでしょうね、彫刻した。何とも言えないその悲哀というか、そういうものを表現されております。こうこの苦しみを思うときに母はただ嘆くだけです。誰もそれに変わることはできません。その嘆き、その悲しさを母マリアは経験しました。でももう一度言います、ただ嘆くだけではない、そこには恵みがありました。イエス様が十字架から声をかけられたんです、お母さんに。それは今までの肉親としての親子という段階から、今度は神の前に受けるところのこのメシアと母マリアとの関係と、アウヘーベンという言葉が適当かどうか分かりますが使用された、そういう段階へと引き上げられた言葉がかけられた。母は子を失った悲しみは消えることはない、癒されることはないでしょう。けれどもそれを超える神様の恩寵へとお母さんは引き上げられた言葉を、イエス様が、息子であるイエス様がマリアに語りかけている。あの時の言葉を皆さんどうぞ、あえて言いません。お家に帰ってからそこを開いてみてください。ヨハネ伝の19章。そして思い巡らしてください。あ、どういうことなんだろうか。思い巡らすときに自分の心、信仰の心の中に恩寵が同じように増幅されてきますから。これが第一点、申し上げたいこと。
あと2人紹介したいと思います。十字架を仰いだ、嘆いた人、嘆いたけれどもそこから嘆きだけで終わらなかった人です。恵みですから、恵みの部分について語りたいと思います。もう一人はね、イエス様と一緒に十字架につけられた人です。あの強盗、二人の強盗がいましたね。一方の強盗はイエス様を十字架につけられた時にもう本当に口汚くイエス様を罵りました。自分が十字架につけられていることが何のそのにあた、その不当な扱いを受けたかのようにしてそれをイエス様にぶつけました。でももう一人の強盗はそうではありません。イエス様の十字架を仰いだ時に彼はその友達と同じようなものの考え方をし行動をし人生を送ってきて、そしてその結果今十字架につけられた。ですからそのもう一方の友達と反面教師で同じ価値観に立っていたはずの人物です。でもこの人物がイエス様の十字架を見た時に彼は自分の心の中にある罪というものを自覚しました。この方は違う。その時に彼は救いを叫ぶんですね。私を憐れんでください。驚くべきことにね、その時にイエス様の言葉はどういう言葉だった。あの十字架上からイエス様はマリアにも言葉をかけられましたが、この強盗にも声をかけられた時にあなたは私と一緒に今日パラダイスにいるだろうとこう言った。許しの、驚くべき許しの真髄です。もう先ほども言いましたようにこの二人は同じ価値観と同じ行動で同じようなものの考えで、そうして世の中の人たちに迷惑をかけながらそれが当たり前だと思ってきた。でもイエス様を中心として二人が別れてしまった。ここで別れてしまった。シメオンは言ったようにある者は倒れある者は立ち上がる。イエス様のに直面したときに、イエス様の十字架のにぶつかったときに、私たちはどちらに行くだろうか。川の流れが流れてきますね。一つの石がありますね。その石に流れがぶつかったときに、右と左に分かれていきます。まあ、極端な例は、言うならばアメリカのあのロッキー山脈では何でしょうかね、山に降らった水が分水嶺と言いますね。そこから右と左に分かれてどん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 分かれて、一方は太平洋一方は大西洋に落ちるように、私の人生がイエス様という十字架というこの出来事にぶつかった時に右と左に分かれてしまう。この強盗は自分の罪が見えたんです。私たちは、私は罪人だ罪人だ簡単に言います。いやーね、ろくなもんじゃないぞ俺はと言って、ろくなことやってこなかったからなと、たまには自慢そうにですね、いろんなことを自分の過去のことをですねやって、ほんで反省してるんじゃなくて自慢してるようなところが時にはありますよね。あんまりこれは本当に自分の罪を自覚してない。でも本当に自分の罪が自覚するのは誠の鏡である、本当の鏡であるイエス様というこの十字架に私が自分の姿が映された時に自分の姿が見えてくる。この強盗はそうだったんですね。イエス様というお方に私がイエス様の十字架を仰いだ時、私たちはそこに自分の罪を見出すものは幸いです。私は何という罪だろうか。
さっきも言いましたように、もしこれはイマジネーションですけども、想像ですけども、あのゼカリの時代もそういうようなことがあったではないかということです。自分たちが関わった殺人事件、あるいはその試験に追えた人のことのことを思ったときに、自分がそれに関わったことの良心の呵責というものを感じたということが、その事件にあって、廃棄にあって、ゼカリがこのメッセージをした。でもそれは、やがて来るイエス様のことをイエスゼカリは言ってるんです。このイエス様というお方に私が出会った時に、十字架に出会った時に、いや私はその十字架と関係ないということは言えない。2000年前の十字架になんで私に関係あるのか言えない。このイエス様を十字架を仰いだ時、そのような2000年の時空を超えて私たちは自分の本当の姿がそばに見えてくる。主よ、私を憐れんでくださいという嘆き哀願、それを主の前に捧げた時に恵みと哀願がそこに働いてくる。あなたが今日私ともにパラダイスにいるだろうという恩寵への流れへと流れていったものは、救いをいただいたものはなんと幸いでしょうか。今朝ここにいらっしゃる方々は、私はその恵みをいただいた方であろうと思います。もう一人のことを申し上げます。これはパウロです。パウロは実際はね、イエス様の十字架の刑の時にいたか、そこにいたかどうか分かりません。イエス様という人物を肉体的に、その自分の同じ空間の中で、時代という空間の中では共有したかもしれませんが、このいわゆるその空間の中で、今私がここにいて、皆さんがここにいらっしゃると同じような形において、イエス様とパウロとが同じ空間を占めていたかどうかということについては分かりません。聖書は何とも言ってません。時代の空間はあるかもしれませんが、そういった狭い空間においては一緒にいたかどうかは分かりません。けれどもパウロはイエス様の十字架に立たせられた。イエス様の十字架に立たせられた時、彼は何と言ったか。彼は自分の罪を認めた。内面の罪を認めた。これは先ほどの強盗が感じたよりもっと深い内面の罪です。ガラテ書の2章の20節。彼はこう言いました。私はキリストと共に十字架につけられたとこう言った。これはですから、実際にあるゴルガタの十字架のことを言ってるんじゃない。イエス様が十字架についたら、あがないのあの出来事に私は直面させられたとこう言った。彼はその時に自分の内にあるもっと深い内側にある心の中に、誰にも見せたことのない心の問題です。CT 試験とかね、いろんなのがありますね。レントゲンとかね、お医者さんのところに行くとそういったものをこう映すものがあるでしょ。あれは素晴らしいですね。病院に行くと本当にそういったことをやると、もう内臓が全部見えてきますね。私の心臓もそうやって映されてる。心臓はね、今もうカラーで見ることができるようになってるんですね。すごいですね。でもね、心を映す CT 試験はまだできてない。あれをね、皆さんね、心を映す CT 試験ですね。ここで見て、伊藤昭騎手の心を今映しますから、ご覧ください。ここにバーッと映されたら、私困りますね。やめてくれと言ってるでしょ。伊藤先生、牧師なんて何か威張ってますけどもね、こんなことを考えたのかというふうに思われる。まあ私はね、今説教してますから、誰それ皆さんあなた方なんて言うと失礼だから言いませんけど、
だから伊藤昇吉という例を出してる。でも言いたいことはみんなのこと言いたい、わざわざのことも言いたいわけですね。心の奥の底に起きるところのその罪の問題、彼は十字架を前にした時は分かったの。だからこう言って、私はこれを十字架につけますとこう言った。もう私は生きているんではありません。私がもし生かされているとするならば、私のために十字架にお好きになったイエス様と共に私は生きるんですと、彼はガラテヤ書の2章の20節で言っている。あの言葉を私が暗記して聖句を挙げてバーッと言ってますが、聖句暗記素晴らしいんですよ。素晴らしいとペラペラペラと言ってそれで終わってしまう場合がある。今私が話したのはその内容のことを言ってるんですよね。私はキリストを十字架につけられてしまった、この十字架につけられた、もはや私が生きてるんではない、本当にそれは誰にも見せることのできないあの私、誰にも知られたくないあの私です。それを私は十字架につけた。でキリストと共にそれはもう殺されてしまった。だから生きているとするならば、それではない新しい命に生きるものへとされているんだという、それがパウロの信仰です。十字架を前にして倒れ、あるいは立つものへとされていく、立ち上がるものとされていく、ね、さて私はもう一つのことを今朝申し上げたい。第3番目のことを申し上げたいですね。第2番目は十字架を覚えて嘆いた罪人、第1番目はマリアですね。それで第2番目は嘆いたけどもそこから立ち上がったところの人として、罪人としてあの強盗とパウロのことを挙げました。で第3の言葉、それはどういうことであるかいうと、十字架を仰いで心が死の前に動かされたところのもの、それは恵みの時ですけれども、それに遅れてしまう可能性があるという現実。ただいま先ほど12章で読んでいただきましたところの11節以下にはいろんな人たちのことが書かれてありますね。この地はあの種族もこの種族も一人嘆き、ダビデのエルスが一人嘆き、その妻たちも一人嘆くと、一人たった一人という数の一人ではないんです、代表者です。だからダビデの家の者たちも嘆くということであり、ナタンの家の者たちも嘆くとであり、レビの家たちの者も嘆くということであり、市民の家族も嘆くことであるという、すべての人の中に嘆く者たちが起きるということをここでは言っている。私たちは主イエス様の十字架を仰ぐのはその時なのか、その時になってから初めて仰ぐのか、今かという問題です。今でしょうという話がありますけどね、今ですよ。ゼカリアはその日といわれる審判の日にイエス様を仰ぐ人々の嘆きを伝えています。牧師の時もそうです。再臨の主をおいでなさった時にこのイエス様の十字架を仰ぐところの人々が来るだろう、いや来るとこう言っているんですね。でもその時では遅い、その日ではもはや遅いのです。 Too late
too late、 もはや遅い、遅すぎる、遅すぎる時に私たちは嘆いてはなりません。まずコリントの第二の手紙の6章の1節2節を開いていただきたい、新約聖書351ページですね。コリント第二の手紙の6章ですね、こう書いてあります。一節から読みます。これはパウロがね、心から言ってることですよ。私たちは神と共に働く者として、あなた方に懇願しますと、こう言ってますパウロが。コリントの教会の人たちに、私はあなた方に懇願してる、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと懇願するんだと、こう言ってますね。どういうことであるか、神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です、とこう言って、後からなっても遅い、後の祭りっていうのがありますけれども、後からなっても遅い、今は恵みの時だ、だから私は後からなって嘆き悲しむことのないように懇願しますと、パウロは言ってる。福音の宣教がなぜ急がなければならないでしょうか。なぜ福音を伝えるでしょうか。何年か前ですね、3年かな、4年ほど前ですね、私の同級会があった、同級会が横浜であったんです。で、高校生の時の同級会ですね、それ連中が集まって、大和県からと関東にいる者たちが一つずつ横浜のホテルでやったんですけども、で、私が牧師であるということを知ったので、一人の友達がそれからメールでこういろいろ文通するようになりました。で、彼が言うにはね、こういうんですね、キリスト教もいいけれどもね、なんでね、人に伝えるのね、余計なお世話じゃないかね、お前のやってることを、なんでそういうことをやってんだと、こういうわけですね。キリスト教ってのは素晴らしい、いい教えかもしれない、で、教えの中ではお前中にいることないわ、私は何も言わないけども、下でなんかね、おせっかいにも伝えるようなことをやるのはね、ちょっとね、どうかと俺思うよというのが、まあ彼の本当の、まあ言いたいことなんだよね。私はね、人から言われなくてもそういうような視線を次に感じるんじゃないでしょうかね。なもんでね、そういう視線を感じてもって、そうだな、あまりしつこくやっちゃ悪いなみたいなところで引っ込んでしまうことがありますね。私は言ったんですね。彼はね、日本電機で前勤めてたんです。技術屋だって、私はあの機械の方、機械畑ですので、お互いに技術屋で。で、彼は技術屋って日本電機に勤めて、で、それは もちろん定年退職したんですね。あんた日本電機に勤めてね、機械やってね、自分が作ったものあるだろうっていう。その作ったものを、ただ作るだけでもって、素晴らしいものができたと言って、あんた自己満足をするだけで終わるのかって。そうじゃないだろうって。自分たちが作ったものを、素晴らしいものを作ったならば、その作ったものを他の人に買ってもらって、そうしてその人がそれを使って喜んでもらうというのは、お前さんたちが作ったもののものづくりの、本音だろうって。それと同じだよって。あんたが作ってこれはいいもんだと思ったならば、人にもそれを渡して、そうして使ってもらいたいだろう。日本電機さん、それでやってきたいんじゃないの。私たちも同じですよ。私がイエス様を信じて救われて喜びにあふれているこの喜びが自分だけのものにしてしまったのでは、これは意味がない。そうではなくて、これを本当に今伝えたいんだ。あなたもこれをいただいてほしい。あなたもこれを受け取ってほしい。あなたもこれを受け取ってほしい。そうしてあなたの生活が豊かになってほしい。これが私の伝道の一つの側面です。
しかもそれはじゃあいつかね、やがての時はね、そうではない、今です。聖書の中にね、後でねと言ってそれを手にしなかった人がたくさん出てきますよ。後からなってあれが欲しかったと言って泣いて叫んでももう遅いと言われた人いっぱいいますよ。何か思い浮かぶれですよ。いろんな人が出てきますよ。後でね、今なんです。今私たちが神様からこの恵みを提供された時に、私たちこれを受けなかったならば後で嘆き悲しむことになるんですよ、というのがゼカリアのメッセージです。そうして私の愛する同胞も、私の愛するところの人たちも、本当に後でねではない、今なんです。今これを手渡さなければならない。後で泣いて、あれは違った、弟に行く分、あれ本当は私のものだったんだ、だから私にもう一回くださいと言った時に、それはダメだと言われた人がいますね。有名な人、地位のある者たちがパウロの説教を聞いて、そして彼の心を揺れ動いたんです。イエス様を信じるべきかな、どうかなと思ったんです。でも彼は後で聞くことにしようと言って、ついに救いに至らない人がいました。今私がエレミア書を読んでますね。エレミア書の最後の方に行きますとね、エレミアといういろんな王様に関わった最後のゼデキヤという王様、ユダの最後の王様、彼はねエレミアのところによくやってきてて、話を聞かせてくれって言ってきた。でも彼はついにエレミアの説教によって心を柔らかくなっていくんですが、受け入れなかった。最後に彼は子供たちの前で目をえぐられて、そして惨殺されていく。後でねということがどんなにか大きな損失をすることでしょうか。後でねはダメです。後で聞くことにしましょう、後ほど聞くことにしましょう、いいえ今です。もう一箇所だけ聖書を見て、見たいと思います。ヘブル人の手紙の第3章を見たいと思います。7節ですね、ヘブル人の手紙は426ページですね。ヘブル人の手紙の第3章ですね、ヘブル人の3章の7節のお言葉をお読みいたします。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、あの手の試みの日に御怒りを引き起こした時のように、心を固くなりしてはならない。ここの時でもこれ旧約のあのメリバの出来事ですね、試みの時に人々は心を固くなりしてしまって、神様の恩寵から恩寵の外に追い出されてしまいました。イエス様の十字架につけられた時に、多くの群衆はね無関心だった。いや多分そこの場にいたのは関心があったからいたんでしょう。でも傍観者でした。十字架に対して傍観者でした。あるいはイエス様の十字架を長老するものでした。でも最後まで彼らも傍観者でいることはできなかった。
最後まで彼らは傍観者で終わることは許されない。やがてこの人たちも来たりたも再び来たりたもイエス様の前に彼らは嘆き悲しみながら十字架を仰ぎ見なければならない時が来ると黙示録では言ってるんです。ゼカリアはそのことを言ったんです。私たちはイエス様の十字架を仰ぐ時、恵みとしてこれを仰ぐものでありたい、恵みとしてこれを仰ぎ、恵みとしてこれを語るものでありたい。イエス様を十字架を仰ぐ時にそれを嘆き悲しみながら見なければならないものであってはならない。あるいは倒れ、あるいは立ち上がる、このイエス様の十字架を間にして二つの現れ方ができ、人の人の心の現れ方とシメオは言いましたが、この現れ方、私は本当に恩寵の神様の恵みによるところの嘆きを、嘆きのための嘆きではなくて、私は本当に自らの罪が分かり、心から嘆きながら悲しみながら神様の恩寵によって救いへと私たちは導かれていく、そういう十字架の仰ぎ方をさせていただきたいと思います。お祈りして終わります。ですから聖霊が言われる通り、今日もし御声を聞くならば、あなたの手の試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなりしてはならない。今は恵みの日であると、天の父なる神様、今日このようにしてゼカリア書を通して、その日と言われる日の来ること、私たちはこの日にどのような思いを持って死の十字架を仰ぐことができることでしょうか。救いの恵みを感謝し、あのパウロのように、私はキリストともに十字架につけられている、もはや私は生きているのではない、生きているのはキリストともに生かされている自分であるという信仰を持って、私の死十字架を仰ぐことのできるものは何と幸いでしょうか。どうかこの恵みの中に私たちは立ち続けていくことができるように、そしてこの恵みを今私たちは私の愛する者たちに伝えていくところのものとさせていただくことができますように、このからお祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。